飯時々旅の佐藤です。今回は鉄道と炭鉱の町三笠にお邪魔しました。札幌から約1時間ほどで到着できるこの町では、美味しい郷土料理や楽しい施設がたくさんありました。秋晴れの天気の良い日にちょっと食べ歩きしたくなる、そんな三笠のご紹介です。北海道の美味しいものを食べ歩いています。よければチャンネル登録をお願いいたします。絶好のドライブ日和でした。天気の良いとある日、向かう先は札幌から約車で1時間で到着する炭鉱と鉄道と化石と恐竜の町三笠市です。まず最初にやってきたのは道の駅三笠。1993年に北海道で第1号に認定された道の駅でもあります。中では特産物の販売や観光案内窓口、あいにく開店前でしたが、泥ラーメンで有名なラーメンだるまさんもありました。アンモナイトの化石と一緒に撮影ができるこんな写真スポットも、研究者や愛好家の方からはアンモナイトの聖地と呼ばれているそう。道の駅を出て良い匂いする方向に向かっていくと、いつも行列の絶えない焼き鳥の食いしん坊さんがありました。タイミングが良く並びが少なかったのですかさず購入です。一人最大20本まで、20本購入されている方もいらっしゃいました。この日は焼き鳥のみの販売です。無事に購入し、隣接する屋外販売棟の食の蔵へ向かっていきます。木造の雰囲気のある素敵な建物、楽市楽座と書かれたゲートをくぐると、地元農産物の直売店や飲食店など7店舗のお店が並んでます。時間が早いためまだ空いてない店舗もありましたが、この後続々とオープンし始めました。相方が見当たらないと探していると、ここにいました。ビバイの老舗仕出し屋、山本康商店さんが展開するマモさんです。美味しそうなお惣菜の数々で、どれも食べたくて迷ってしまいます。もつくしはまだ時間がかかるとのことで、お惣菜を数点購入。続いて三笠のご当地グルメ、石炭ザンギを購入することができる黄色い車さんです。石炭ザンギとデザートに三笠高校卒業生監修の三笠ロングシューを購入。昭和13年創業、三笠に本店を構える白川豆腐店さん、昔ながらの製法で作るこだわりのお豆腐、豆乳ソフトとちょうどおからドーナツが出来上がったようなので、迷わず一つずつ購入。一通り購入したところで飲食可能な休憩スペースがあったので、こちらで実食していきます。持ち歩きながらもずっと良い香りがしていた食いしん坊さんの焼き鳥からいただきます。1本160円、鶏肉はジューシーで1本1本が大きく食べ応え抜群、何より塩コショウの加減が絶妙でとても美味しいです。鶏肉の間にある玉ねぎが甘くてシャキシャキ食感が良いです。長ネギ派玉ねぎ派に分かれますが、地域によって異なるそうですね。私は長ネギ、相方は玉ねぎ派です。続いて黄色い車さんの石炭ザンギ、5個入りでした。炭鉱の町として発展した三笠ならではのご当地グルメです。市内で作られている桂昌をベースに餃子ニンニクなどで味付けをし、イカ墨で石炭カラーの黒を表現されているそうです。揚げたてて熱々、中まで味がしっかりと染み込んでいて美味しいザンギです。道の駅に立ち寄ったらぜひ食べたいご当地グルメですね。こちらは高校生レストランが有名な三笠高校の卒業生監修の三笠ロングシュー、20センチ近くあるでしょうか、ロングです。土日はチョコや抹茶味もあるそうですが、この日は平日なので生クリームとカスタードのノーマルをいただきます。サクサクのシュー生地と程よい甘さのクリーム、表面のザラメの食感がアクセントになっていてとても美味しいです。こちらはマモさんで購入した小さなジャガイモを丸ごと揚げたフライドポテトです。表面がカリカリでジャガイモは甘く、パクパク食べてしまう癖になる味、食べたいお惣菜がたくさんあり、とても魅力的なお店でした。もつくしと茶碗蒸しも美味しそうだったので、また来た際には購入したいと思います。こちらは白川豆腐店さんの豆乳ソフトクリーム、お豆腐屋さんが作る豆乳ソフトクリームはとても気になり購入です。一口食べて驚きました。豆乳がとにかく濃いです。甘さ控えめで豆乳好きさんには嬉しい、体にも嬉しいソフトクリームです。タイミングよく出来たてを購入できたおからドーナツ、もちもち食感が良く甘さ控えめで相方が大絶賛をしていました。
家でテレビを見ながらずっと食べ続けてしまいそうな味とよくわからないことを言いながらもご満悦です。見て楽しい、食べて美味しい三笠グルメに大満足、美味しい朝食になりました。ごちそうさまでした。お腹も満たされ、続いて向かう先はタップ山展望台。標高144メートルの小高い山からは石狩平野を一望できるそうです。明治時代には榎本武明などの要人が山頂から幌内鉄道などの開拓計画を立てたとも言われているんだそうです。今日の天気だとさぞ綺麗に見えることだろうと期待を胸に向かいます。熊出没のため閉鎖中、命あってのものだねです。また改めて伺いたいと思います。続いてやってきたのは三笠鉄道村の三笠ゾーンのクロフォード公園。明治11年に開拓使に招かれ、鉄道建築兼土木顧問としてアメリカから着任。アメリカの鉄道技術を伝えたジョセフ・ユリー・クロフォードの名にちなんで作られた鉄道公園です。旧幌内線幌内プト駅、後の三笠駅跡を再現した駅舎や貴重な列車を見ることもでき、鉄道好きには嬉しい公園ですね。幌内炭鉱から採掘された石炭を本州へ輸送するための石炭輸送を目的とした北海道初の鉄道であり、日本鉄道史上3番目、産業用鉄道としては日本で初めてだそうです。幌内炭鉱閉山の前の1987年に民営化に伴い廃線となりました。その線路を利用して現在では三笠トロッコ鉄道が運行されていて、クロフォード公園から 2.5 キロの距離を自分で運転できるそう。免許が必要ですが、あいにくこの日は線路状況回復待ちで体験できず、今シーズンは終了となっていましたので、来年ぜひリベンジしたいと思います。今上がってきた跨線橋も列車もまるで現在でも使用されているかのようにとても綺麗に保存されていました。私、鉄道にはあまり明るくありませんが、見ているだけで心くすぐられるものがあります。そしてこの線路の先にあるのは見覚えのある懐かしの列車です。キハ80系6両編成が保存されているのは全国でもここだけだそうです。普通車だけではなくグリーン車や食堂車もあります。私は見た瞬間にあの頃を思い出しましたが、相方はまるで初めての様子でした。間もなく厳しい冬が来ますが、長く保存してほしい貴重な列車です。先を見ると何やら階段がありましたので、せっかくなので登ることに。空気が綺麗だからか、糸トンボが大量にいました。上から見た景色、三笠の街を見渡すことができます。余談ですが、年々秋が短くなっている気がして少し寂しい気がします。駅舎の方へ戻ってみます。改めてこの落ち着く雰囲気とてもいいですね。幌内プト駅舎内ではトロッコの受付や幌内線で使用されていた備品ケージや列車にまつわるグッズも販売されていました。この幌内プト駅は1882年開業、調整施行で三笠町への変更に伴い1944年に三笠駅に改称されたそうです。次回はトロッコに乗りにまた来たいと思います。鉄道続きでやってきたのは三笠鉄道村。先ほどのクロフォード公園は三笠鉄道村の三笠ゾーンになります。こちらの三笠鉄道記念館があるのは幌内ゾーンで、2つのゾーンで構成されているんだそうです。北海道鉄道発祥の地として歴史的遺産文化保存の目的として幌内線が廃止された1987年に開設。幌内駅の跡地を利用して記念館が建てられ、敷地内には多くの車両展示がされています。蒸気機関車の展示や SL 列車が旧幌内駅内を走る姿を見ることもでき、立派な望遠レンズのついたカメラで写真を撮られていらっしゃる方もたくさんいました。週末のみの営業のため、あいにくこの日は食べられませんでしたが、食堂車の中がレストランとなっているキッチンポロナイ。こちらの SL 乗車体験も週末のみの営業となります。今年の営業は先日終了となりましたので、また来年の楽しみが増えました。三笠鉄道記念館、三笠市立博物館、三笠市文化芸術振興促進施設シエルの3カ所に入場できる共通利用券を購入。大人1人750円でした。館内は撮影禁止のためじっくり見学、とても興味深く面白かったです。館内の売店にて半額になっていた提灯を衝動的に購入。
何が書いてあるかもわからなかったのでワクワクしながら早速開封。三笠鉄道村、良いお土産になりました。取っ手付きで持ち運びに便利ですね。鉄道の歴史を学んだらお腹が空いてきたのでお昼ご飯へ向かっていきます。やってきたのは1962年創業の味どころ満腹さん。昼は食堂、夜は居酒屋になり、三笠グルメを食べられるお店です。メニューは麺類、定食、ご飯もの、焼肉まであり、常連さんも多く地元の方から愛されている食堂という雰囲気でとても居心地が良いです。まず到着したのは満腹さんの人気メニューホルモン鍋定食。蓋付きの土鍋で登場すると開ける楽しみがあっていいですね。蓋を開けると湯気とともに生姜と味噌の良い香りが漂います。このビジュアル食べる前でも美味しいのがわかります。それではまずはスープを一口。生姜とニンニクで体が一気に温まります。ちょうど良い濃さでこれは飲み干してしまう味でした。ホルモンだけではなく他の部位もあり、野菜や豆腐もたっぷり、食べ終わった後に健康になったような気がする一杯です。どのタイミングで割るか迷う卵、黄身を少し割ってホルモンにつけて食べるとささやかな贅沢食いです。柔らかく臭みもなくとても美味しいです。続いてこちらはあんかけラーメン。塩か醤油で選択可能で迷いに迷った相方は醤油を選びました。下にスープはなく全部があんのタイプです。これ珍しいんだよ、絶対美味しいと語る相方。一口食べて満面の笑み。麺を持ち上げると大量の湯気、熱々で生姜が効いていて本当に美味しかったようです。お店の名前がついた満腹ラーメン、こちらは醤油味。具はオフナルト、チャーシュー、メンマ、海苔、卵が丸々1個です。あっさりながらもコクがある美味しいスープ、体に染み渡ってきます。具、麺、スープ、すべての相性が抜群です。満腹満足の一杯でした。そしてもう一品、三笠名物の軟骨。馬の腸を味噌などで煮込んだ炭鉱町特有の郷土料理だそうです。炭鉱で石炭を運ぶ手段として使用していた馬の腸を使用したのが三笠で、軟骨が郷土料理となった始まりと言われているそうです。札幌から購入するためだけに訪れるお客さんもいるのだそうです。生姜が効いていてお酒に合う一品です。体も心も温まるご当地グルメに大満足、ごちそうさまでした。食後のデザートは1930年創業の老舗和洋菓子店の長栄堂稲葉菓子舗さんです。購入したのは一番人気のココナッツロール。表面にまぶされているのはココナッツです。持つとふわふわで柔らかいです。このふわふわのスポンジと懐かしいバタークリーム、ココナッツの風味をよく優しい甘さで、こちらはとても美味しいです。お一人様20個までだそうなので大量買いされる方も多いようです。地元の方に長く愛されている理由がわかります。一緒に購入した三笠物語と三笠のさんちゃん、どちらも美味しくいただきました。続いて共通利用券で入場できる三笠市文化芸術振興促進施設シエルさんにやってきました。館内は撮影禁止なのでじっくり鑑賞です。隣接する三笠高校生レストラン三笠クッキングエソールさん、公立高校で道内初の食物調理科短科校の三笠高等学校、その生徒さんが腕を磨く研修施設でもあるレストランやカフェがあります。土日祝、長期休みの期間の営業であいにくこの日は平日。三笠の特産品を購入することができるエソールストアでジェラートがあったのですかさず購入です。アップルシナモンと三笠 IK メロン。アップルシナモンは三笠高校地域連携部考案フレーバーとのことでした。アップルパイ好きな私の好きな味でとても美味しかったです。メロンもさっぱりで美味しいジェラートでした。今度は週末に来て三笠高校の生徒さんたちが作る食事とデザートを食べに行きたいと思います。次の目的地へ向けて進みます。ジェラートを食べたらしょっぱいものを食べたくなる永遠のループに突入しておりました。道中にある三笠ポン別焼き鳥金次郎さん、予約のみとなっていましたがタイミングよく2本だけなら購入可能とのことでした。
優しい店主さんが作る焼き鳥はお肉も柔らかく塩コショウもちょうどよくとても美味しかったです。今度は予約して10本ぐらい購入したいと思います。ごちそうさまでした。すぐ近くにある旧ポン別炭鉱立坑櫓、1960年に建築され東洋一と呼ばれた巨大立坑櫓、完成上は100年最短できると言われていましたが、石炭価格の下落や採炭量減少など様々な理由によりわずか11年で役目を終えることになったそうです。敷地内は立ち入り禁止となっていますが、遠目から見ても迫力があります。かつて多くの方がここで仕事をしていたと思うと感慨深いです。共通利用券3カ所目の三笠市立博物館にやってきました。三笠を中心に道内で産出されたアンモナイト化石が展示されてます。アンモナイト展示数はなんと日本一を誇るそうです。蝦夷三笠流の化石などがあり、とても見応えがありました。館内見学の後、博物館の外にある野外博物館エリアへ。博物館内から恐竜の頭が飛び出しています。人数分カチカチして先へ進みます。野外博物館は1938年から1956年まで伐採木の搬出に用いられた森林鉄道の線路跡を利用し整備されたサイクリングロードです。全長は 1.2 キロあり、私たちは歩いて回ったので往復40分ほど、とても良い運動になりました。三笠付近の地層はほぼ垂直になっているそうです。約1億年前の白亜紀層と石炭を含む約5000万年前の古代三紀層を観察できます。こちらはひとまたぎ腹洞、手前に古代三紀層と白亜紀層の境目があり、ひとまたぎで5000万年の時空を飛び越えることができます。5000万年です。新鮮隧道、人力で掘られたトンネルなんだそうです。距離は短いのですが、子供の頃なら夜にトイレに行けなくなる雰囲気です。中は近づくとライトがつくようになっていました。地層の地肌を見ることもできました。桂沢カムイコタン、1億年前の硬い地層の三笠層の前に流れる幾春別川、この周辺の地層からはアンモナイトの化石も産出されているそうですね。途中少し登ったところに旧北端幾春別炭鉱錦立坑櫓がありました。1919年に建設された現存の道内最古の立坑櫓だそうです。北端のマークが入った立坑櫓は高さ10メートル、深さ195メートル、内径 4.5 メートル、土木学会の推奨土木遺産に認定されているそうです。1968年に幌内地区で石炭が発見されたのをきっかけに炭鉱の町として発展した三笠、1億年前まで遡って学ぶことができて、とても面白い時間でした。一日では見て回れないほどまだまだ見どころがあるので、来シーズンまた改めて来たいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。したっけね。